ケブカーメイルアリのコロニーです。2年目のコロニーでコロニーの規模がかなり拡大してきたことから、新しい飼育巣を製作して1ヶ月少々かけて引っ越しが完了しました。飼育巣の製作の様子は以前の動画でもありますので、ぜひ参考にしてみてください。そして今回の飼育巣は前後両面に飼育巣がある両面タイプの飼育巣になります。結構部屋の数はたくさん作ったつもりなんですが、割と埋まってきてしまっているので、またすぐに増設が必要かもしれませんね。そしてこちらがケブカーメイルアリのコロニーがもともと入っていた飼育巣になります。石膏を使った飼育巣で約1年間コロニーが入っていたものにしては綺麗な状態が保たれています。健康的なアリのコロニーはゴミなども溜めませんし、このように綺麗な状態で飼育巣を使ってくれます。では新しい飼育巣に入ったケブカーメイルアリのコロニーを観察していきましょう。新しい飼育巣は元の飼育巣と違い、部屋が分かれていますので、部屋ごとに置かれているものなどが少しずつ違います。まずこちらケブカーメイルアリのワーカーです。基本的には黒っぽいアメイロアリの仲間のアリになるんですけれども、餌などを貯めて腹部が伸びている場合にはちょっと黄色っぽい節の間の色が見えます。とても綺麗ですね。こちらは栄養交換の様子ですね。下のワーカーは羽化したばかりのまだ新しい若いワーカーになります。色がまだつききっていないという状態ですね。そしてこちらは卵塊、卵の塊と、それから卵から孵化したばかりのまだ若い小さな幼虫たちが固められています。かなりの量ですね。1匹の女王から生まれた量とは思えないような量です。そしてこちらが卵塊が置かれた部屋になります。卵塊と、それからさなぎなども見えますね。ですが、こちらの部屋は卵塊が、特に目立つ部屋になります。飼育巣下段にある部屋です。こちらにも何か置かれていますね。幼虫が集められている部屋のように見えます。こちらの部屋には、先ほどの卵から孵化したばかりの幼虫とは違い、ある程度大きく育った幼虫たちが集められている部屋になります。サイズ的にもワーカーの半分ぐらいの、体長はあるでしょうか。ツヤツヤして、丸々と太っていて健康的な、幼虫に見えます。この部屋で幼虫たちは、ワーカーたちから餌をもらったり、体を掃除してもらったり、そういった世話を絶えず受けています。拡大するとやっぱりワーカー綺麗ですね。で、まあ、ケブカという名前がついているように、よく見ると結構ですね、短い毛が、たくさん生えています。頭にも結構生えてますね。では、こちら飼育巣の、上段にある部屋を見ていきましょう。この部屋には、幼虫ではなく、さらにその次のステージですね、サナギが集められた部屋になります。サナギについている黒い点々は、黒く色づいた目ですね。もう目が色づいた状態のサナギです。ケブカーメイロアリは、ラヨウといって、眉を張らずに、直接サナギになるという、タイプの生態を持っています。アリの種類によっては、このようにラヨウではなく、眉を作ってその中でサナギになるという種類もいます。サナギたちはちょうど、足や触覚をこう折り曲げて、丸まったような形でサナギになっていますね。
ちらの部屋にはほぼ幼虫はなく、サナギのみが集められています。真ん中の少し左側に、すでにだいぶ黒く色づいたサナギがありますね。こちらはもう間もなく、ワーカーとして羽化する、段階ではないかと思われます。これも数すごいですね。では、コロニーの、女王を見ていきたいと思います。こちらが女王がいる部屋になります。ケブカアメイロアリは、女王が1匹のみでコロニーを作るタイプのアリです。こちらがケブカアメイロアリの女王。昨年の、6月の下旬頃に結婚飛行を行ってコロニーを立ち上げた女王になります。とても強い個体で、1年でこれだけの規模のコロニーを築き上げました。そして、日によって女王の居場所は変わっていきます。この日はまた別の、部屋にいました。綺麗ですね。フォルムは毛ありの女王などによく似ていますが、体長が約、5ミリから6ミリぐらいなので、結構サイズは毛ありの女王よりもずっと小さいです。ワーカーから今栄養交換を、もらってますね。女王も結構ですね、短い毛がびっしりと生えていて、毛深い印象ですね。たくさんのワーカーに囲まれて、今年も、コロニーをさらに拡大してくれると思います。では、次に、餌やりですね、給餌の様子を、ちょっと見ていきたいと思います。ケブカアメイロアリの、餌場に餌を与えます。このコロニーですね、餌が、入った時の、反応がとても面白くて、かなりの数のワーカーが餌場に、待機をしてですね、餌を食べる様子が、結構観察の面白いポイントになっています。餌場を、定点カメラで早送りで見ていきます。最初ですね、 1,2 匹のワーカーが、餌場にやってきて餌があることに気づきます。そして巣に戻って、仲間のワーカーたちを呼び寄せて、それが繰り返されることによって大量のワーカーが餌場になだれ込みます。特にケブカアメイロアリはですね、歩くのがとても速いアリで、なおかつ、コロニーの規模も大きいので、餌やりの際の、餌に集まる様子というのはとてもダイナミックな動きを見せてくれます。この日は、結構蜜餌にですね、たくさん集まっていますが、肉餌の方に集まる日もありますし、その時のコロニーの状況によって、こういった、好みが変わっていきます。でもだいぶ蜜餌に集まってますね。だいぶ喉が渇いていたんでしょうか、糖分を欲してるってことですかね。左側に1匹お腹がだいぶ膨れたワーカーがいますね。各ワーカーこれぐらいお腹にキャパがあるってことでしょうか。みんなでこのように、巣の中へ、餌を持ち帰っていきます。餌場に近い部屋のワーカーの方がやはり、頻繁に動いている様子がわかりますね。上の方の部屋のワーカーは、あまり動いてない、幼虫の世話なんかを、専門にしてるんでしょうか。給餌の後の巣内では、よく見るといろんなところでワーカー同士の栄養交換が見れます。このようにして餌場から巣内へ栄養が行き渡っていくんですね。ということで今回はケブカアメイロアリの巣の中を観察していきました。このアリですね、アメイロアリの仲間になるんですけれども、全国的に分布をしている近縁のアメイロアリとは違って、より南の方の地域に見られるアメイロアリになります。小さな種類なんですけれども、とてもよく、特にこのコロニーに関してはですね、とてもよく増えるコロニーで、女王の産卵力などもかなり強い個体だったのではないかなと思います。また動きが結構早いので、脱走なんかをもしされてしまうとちょっと大変なんですけれども、その反面ですね、巣の中での活動や、
餌を食べる様子などはかなりダイナミックで、見ているのがとても面白いアリです。新しい飼育室に引っ越しが完了しましたので、これからのコロニーの発展や巣の観察ですね、これを引き続き楽しんでいきたいと思います。では今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。